辞書はみんなパクリです。勇気です。ということで今回はですね、簡単なカード当てをご紹介していきたいと思います。解説の方でございます。最後までご覧ください。実演。ここに100円のトランプをお持ちしました。サーカスのトランプです。では1枚選んでください。という間にまず待てないといけないですね。あ、ちなみに今日のお菓子はこれですね。団子です。はい。1枚選んでいただきます。これでいいですか？じゃあこのカードを覚えてください。いいですか？はい。ありがとうございます。じゃあちなみになんですけども、選んだカードどこにあったかわかんないんですけども、なんとなくの感覚でございます。はい、1枚飛んできます。さあ、これが、そう、選んだカードです。はい、では解説していきたいと思います。解説でーす。チビでーす。はい、ということでね。選ばれたカードはスペードの3なんですけども、これをまずトップコントロールするわけなんですけども、まあ、どういう方法でもいいです。パスなんかでもいいですね。パス、まあ、できない方は、ダブルカットでトップに持ってきてもいいでしょうし、カルとかで、トップに持ってくることもできますよね。まあ、いろんな方法を使ってみてください。そして次にやることはトップショットなんですけども、まあ、トップショットは、まあ、お好みのトップショットをやっていただいて、構いません。まあ、これちょっとね、100円のトランプなんでね、ちょっとね、トップショットがしづらいってところがあるんですけども、私の場合だと、これ、遠心力を使って飛ばせてますね。遠心力ってどういうことかと言いますと、まずトランプをですね、一瞬でこれで吊らしておくわけなんですけども、吊らしておいてこっちに投げると、勝手に飛んでいくという、まあ、遠心力を使った、トップショットになります。はい、いかがだったでしょうか。次回はね、まあいろんなものを混ぜてみたいんですけども、今回はね、いろんなマジシャンをリスペクトしていただきました。まあ気づいている方も多いと思うんですけども、団子、これはタイマジックさんですね。BGM が、ポンチさん、そして最初のオープニングが、留学生マジシャンのパクさん。そして、まあ、この取り方がなんとなく手品王子と、100円のトランプ手品王子。そして、ウェイドさんの、まあ、あれも使っておりますよね。まあ、じゃあ最後にマジシャン先生とかでもやってみましょうか。ということで、また次回もご覧いただきたいと思います。それでは。